はい、どうもおはようございます。もう10時半になっちゃう。えー、準備がギリギリまで進んでて、やってて、今に至るということでございまして、雑談する時間もねえじゃねえかっていうね、感じでございますけれども、えー、第15回の最後ですね、2023年度の応用数学映画、えー、今日で終わりでございます。えー、こんにちは、ハミルトニアンでございます。えー、なかなかうまく声が出ないのは、咳が止まんねえからでございます。 喋りすぎたのかね、喉の調子がよくないっていうのがあるんですけれどもね。よいしょ。で、何が喋りすぎなのよって言ったらもうね、うん、もう授業の時間になっちゃいますけれども、えー、先週ですね、7月26日と27日ですね、オープンキャンパスやっておりました。ねもうね、おいおいラジオの方でもね、お話しできればと思うんですけれども、 なんか6万人来たらしいというね、えー、地下鉄が青葉山駅もそうですけど、仙台駅がですね、えー、入場規制になった。それぐらいなんか、なんかもうね、何かのお祭り、コンサートなんじゃないかと思うぐらいですね、夏休みといえばね、フェスがあるとか、音楽関係だとね、フェスがあるとか、まあ、何かしらのアーティストのコンサートがあるとかありますけれどもね、仙台駅でそういうような状況になってしまったというかね。 で、オープンキャンパス26、27ってやってたんですけれども、えっと、もしもよろしければですね、そちらの方のですね、生配信、アーカイブに残っておりますんで、見ていただければと思います。まあ、なかなかね、あの、音声とか、まあ、ああれね、素人がやってるんでね、ま <laughs>、私のことなんですけれども、素人がやってるんでね、えー、なかなかあれですわ。<laughs> あのー、カメラはうまくいったんですよ。カメラはね、あのー、 ずっと <laughs> 教室というかスタジオからね配信することができたんですけれども、えー、音声はねマイクの本数からねミキサーからね全部まあね一番機材が重要なんですよ。ねなので普段みたいにねこういうふうにマイクで喋ってるのも結構調整してるんですけれどもまあそれぐらいうまくですね声がねあの届けることはできなくてまあ一部聞き苦しいところがあるかと思います。 えー、僕が授業してるのにもかかわらずですね、えー、うさぎさんの実況中継、おはようございます。うさぎさんの実況中継が入ってですね、えー、どっちの話を聞いたらいいんだかわかんないって、ワンワン、ワンワンしたような状況に、ね、なってたりしますけれども、まあ、イベントとしては非常に面白いものになったので、えーと、拝見していただけると、見ていただけるとよろしいかなと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。であと、業務連絡でございますけれども、業務連絡、えー、ですけれども、 えーまあ、これ、授業最後でございますのでね、えー、毎年恒例の、あれですわ、レポート問題ね、えー、作成していただいて、レポート問題をとみんなで解いてもらうっていうやつですけれども、今晩ですね、えー、ちょっと遅くはなってるんですけれども、今晩問題を発布するという予定でございますので、えー、ぜひともですね、えー、解いていただければと思います。まあ、この授業の概要欄のところにもですね、リンクとか貼っておきますので、えー、他のですね、公式モグリの方々もですね、 えー、受けていただければと。まあ、わざわざ、あの、テスト、試験、レポート問題をですね、あの、受けに来るっていうね、既得な人っていうのはなかなかいないはずなんですけれども、まあ、受けていただければ良いかなと思いましてね、えー、楽しんでいただければと思います。あの、そのオープンキャンパスの方でね、実際やったんですけれどもあの、大学院入試問題をみんなで解いてみるっていうやつですね。えー、やりました。えー、4年生の方々とかですね、えー、うちの助教の奥山くんとかですね、 えー、いろんな年齢層の方々がですねうさぎさんもそれこそ解いたしトナカーシんも解ったねえー、懐かしいと言いながらですね、えー、大学院入試問題解いてみたんですよでそれでね何が面白かったかってね出題されたのがえっ、ー、と積分と複素積分一問とであともう一つがローラン級数展開が出たのよでそのローラン級数展開ね今回えっ、ー、とうちの応用数学 A では何が起こったかっていうと レポート問題を学生さんが作ってみんなで出題し合うというコーナーを作ったんですね。でまあそれで問題が大体できたんですけれどもで一番多かった出題はローラン級数展開だったのよあのね毎年毎年僕このレポート問題をみんなで作ってもらうというですねことをやってるんですけれどもそうするとですね特徴が出るんですよね。 どんな特徴かっていうと一番印象に残った分野とか、えー、範囲はどこだったのかというのがですね一つわかるんですね。で、まあ、例えば年によってはフーリエ変化の年もあればあ年によってはうん結構マニアックなんですけれども、えー、生息性に関する話だったりとか、まあ、多いのは高新積分だよねっていうのとかで最近意識して僕ローラン級数展開をだいぶ大事にしてるんですね。 えー、大学院入試に出てきても大丈夫なようにとか、複、まあ、素関数論のですね、まあ、一つの到達、えー、点でございますので、ローラン級数展開分かってくれよと。えー、僕の学部2年生の時のですね、えー、リベンジを果たしてくれよと。まあ、そういう気持ちでですね、作って、まあ、作ってというか授業をやってるわけですよで。そしたら今年度の学生には届いたんですね。ローラン級数展開めちゃくちゃ大事だぞ。ということが、まあ、痛感していただいたんだと思うんですけれども、 それのおかげでですねあの皆さんからですねローラン級数展開の出題はされたわけですよ。で話は戻ってオープンキャンパスなんですけどそのオープンキャンパスで、えー、大学院入試問題を解きましょうと。で応用数学 A の内容からやるっつーから、まあ、ちょうどさそのローラン級数展開やった後だから僕もローラン級数展開出しちゃったわけですよ。あこの問題いい問題だと思ってね。 でほんでローラン級数展開を出題したわけうちの4年生とか奥山とかウサギとかトナカイとかねで、まあ、トナカイさんとか大学院生でございますねその教室のそこにいらっしゃいますけれどもでウサギさんはあ一般企業の、えー、れっきとした研究職の人ですよでそんな人たちがですねローラン級数展開できないわけがないじゃないですかねえ で、本れ出題したわけですよ。ね、さらっと解いてくれるんだろうなと思ったらね、まんまとみんな激震残念ですね、えー。ローラン級数展開のね、その問題最後あるんですけど、証文集合として1番と2番ね、あって、ローラン級数展開までたどり着かなかったな、じゃないよ <laughs> ね、その複素積分の流数定理とかね、流数の計算、得意点どこが、流数の計算とか、あと積分、積分の結果を、 過去1過去2で求めなさいっていう問題だったのよ。ね、もう詳しくは見てください。あの、初日の方です。で、そしたら、もうその時点で、流数って何でしたっけっお前、ふざけんなよ、と。<laughs> お前、学部2年生に流数の計算させといて、えー、教員大学生が流数って何だっけと。言うなよ、と。まあ、もちろんね、あの、うちの宮さんは、トナカイさんは、えー、ちゃんと流数、ね、覚えてはいるんですよ。覚え流数の存在は知ってるんですよ。 How to calculate the 流数なわけですよどうやって計算するんでしたっけお前さ、そこで受けてんだろ <laughs> もう何聞いてんのよってなっちゃうわけですよね。えー、こういうもんなんですよ、えー。いかにですね、目の前でね、あの、交渉の授業がされてようがね、えー、聞いてるようでね、理解っていうのはまだ違うんですよね。だから問題はね、ぜひともいっぱい解いてですね、えー、身に染みつけていただければと思います。 だ案外、ローラン級数展開はみんなできないってことっすよ。あと、印象に残ってない。<laughs> 流数の計算も、えーまあ、定義を忘れているとかね。まあ、1位の曲はいいけど、2位の曲、3位の曲は引っかかるとかですね。結構そういう意味では、えー、いいサンプルが取れたかと思いますで。うちの4年生が大学院入試対策、当然今してる時期なんですけど、8月の末ですかね。8月の末に、例えば東北大学の情報科学研究科ではですね、大学院入試がされますので、 まあ、その、何ですか、試験対策をするシーズンなわけですよね。まだ始めてないかもしれないですけれどまあ大体ね、1ヶ月前ぐらいからだんだん視野に上げるじゃないですか。というかね、4年生でございますからね、2年生のね、弟分たちをね、妹分たちをね、差し置いて、俺らがちょっとね、あの、兄ちゃんたる姉ちゃんたる姿を見せてやろうじゃねえかって思うもんじゃないですか。 よしたら4年生の方々が一番その正答率あの到達率っていう意味ではいいところまで行ったんじゃないかなっていうのは見えたんですけど結構つまずくんだよねだから多分今の2年生の皆さんの方があー解けると思いますやっぱね学力っていうのはねだわだからね学んだことね忘れないようにねもうやっぱりずっとトレーニングし続けるしかないんですよ ねえー、ちょっと反省して学生が作ったレポートを一緒に解きますって言ってます <laughs>、ね。実際あのティーチングアシスタントの方々にはね学生さんが作ったレポートね全部見ていただいてどれがいいやらこれがいいやらっていうね議論してるんですけれどもなかなか秀逸なレポートが揃っておりますんでね、えー、そんな一枚一枚はなんつうの、えー、一丁紙みしてうまく解けるかっていうのはなかなかしんどいぐらいのいい問題でございますからねまあそういう主曲の作品が揃っておりますので えー、皆さんにですね、まあ、今夜出題いたしますので、えー、ぜひともですね、締め切りまでにババッと解いていただいてですね、えー、実力を身につけて、大事なところは何なのか、ね、見つめ直していただいて、えー、それで、えー、応用数学へをね、ラストとしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。でまあ、こんな感じで準備がね、10時半まで全然あの終わってなかったので、えー、オープニングムービーも当然ながら作る余裕がないという状況でございましたね。はい 国語力が必要。<laughs> あのレポート問題よね。でもね、今回今回出題した問題はね、そんなね、あの文章文章した問題ではなかったんですよ。まあ,あの意図したわけではないんですけど、意外にですね、ドストレートな問題が出されている傾向にあります。あくまで傾向にあるだけでございますので、<laughs> あのどうなのかっていうのはまた別なんですけれどもね。<laughs> いやあ、しかしまあ、結構いろんな問題ありましたけれどもね。まあ今、裏でね、ティーチングアシスタントの方に、あの公開見せられるように、あのちょっと見せてはいけない部分をね、あの、何ですか、切り取っていただいて、えー、していただいてるんですけれどもね、あの、なんでしょう、えー。事件は現場で起こってるっていう状況でございますので、そんなすぐにできねえよっていう話だと思うんですけれどもね。あの、 何でしょうね、最終回で寂しいですありがとうございますあのー、まあ2学期、えー、何10月から僕木曜日1日中出てるんで大丈夫ですなのでまあ応用数学 A という意味ではね寂しいんですけどであとオープンキャンパスの時に雑談で言ってたかもしれないですけれども応用数学 AB で過去の,そのレポート問題の問題集を作ろうぜっていう話が出てましたねえー、秀逸な問題の文章がありましたのでその問題の文章と 問題の内容でねあの <laughs> うちの4年生が言ってましたけど伝説的なレポート問題を作ったわけですよ A と B で話がつながってるとかね、えー、中華料理ローランの話とかね <laughs> なんかねあそこのレポート問題の世界観がなぜかあるんですよでそれをねあの記録じゃないけど、まあ、3年5年ぐらいの、ね、単位ぐらいでひとまとめにして、えー、参考書っていうか問題集を作るのいいんじゃないかみたいなね話してますけどね。 応用水学ポンコスト仲居と違って優秀な TA が頑張ってくれています <laughs>。<laughs> ありがとううううございいいますす <laughs> 今裏でではそそうう頑張っている状況だとそうですよちなみに、えー、どんな問題がありますかって口頭ですけれどもとりあえず先んじて、えー、言ってみますけど過去にあった問題がまた復活してるとかですね結構面白いんですよね。えー、そうね問題の文章で面白いレポート問題はねどうなんでしょうね。 会話に沿って、えー、答えを導こう系っていうのはね、ありますけどね。ああ、対数出してきた。対数の積分。対数を含む積分、印象的だったんだろうね。これね、できると大学院入試突破しやすいよ。ね今年のうちの大学院入試は当然ながら僕全然知らないんですけど、出たら嬉しいね。あのね、これはいい手だなと思ったのが、以下の問題は、 えー、チャット GPT により作成された問題とその回答である。この回答の間違っている点を指摘して正しい回答を作成せよっていうね、まあ、今をときめく生成 AI のね、えー、弱点を見ていこうというね、問題があったりしますね、えー。最後の問題かな、これ。生徒2人が以下の図を見て話し合っているっていうね、図が出てくる問題で、また、あ、多分積分経路の話なんだろうなとか思ったりね、しまいますけれども、 仙台市市営地下鉄あるじゃないか。まあ、仙台市地下鉄か。あれ、仙台市市営地下鉄って言わないですよね。仙台市地下鉄って言うんですね。えー、南北線と東西線でしょ、ね。例えば東西線は新井駅から八木山動物公園で途中に青葉山駅とか青葉通り一番町とかあるんですけど仙台とかね。で、縦に南北線があって、泉中央駅から仙台と富沢というやつがあるんですけれども、えー、その路線図を見て、積分経路を考えるみたいなですね、不思議な入試あの問題があったりしますね。 えー、花子さんと太郎さんってございますけどね。あの太郎さんで言うと、問題の中に麻生太郎さんが出てくる問題もありました。出題しようかなーっつって最後まで悩んだんですけど、まあ、ちょっとごめん、ちょっとごめん、問題の量的にあのカットみたいな、泣く泣くカットみたいなことはあ,のありましたので、すべての人の,、ね、あの願いが届けばいいなとは思ってるんですけれども、なかなか難しいんですよ、問題の分量とか難易度的にね。 だって何分締め切りを設けてその締め切りまで解かなきゃいけないんでねだから結構苦渋の,の選択してたんですよえー、問題の文章で面白いのはこれありますよあんたこの積分の値に愛はあるんか虚数の愛ね <laughs> 数学的に信じられる愛はあるんかという書き出しで始まる分章問題文があります <laughs> ねえほに君たち面白いね えー、あ自分の問題だみたいなふうにあの感じていただいたかもしれませんけれどもさまざまな問題が出ておりますのでぜひともですね解いていただければと思います、えー、今日はあのね事業のオープニングではなくて研究室紹介動画にしますけれどもちょっと仕切り直ししましょうではスタート いつ見てもいい動画だなと思うんですけどね、えー、唯一後悔することがあればオープンキャンパスでこれ流せばよかったねもういろいろとやっとけばよかった方にっていうのがねあるんですけどあんまりねでもね後悔しないんですよなんでかってったらそんなの入らないぐらいに濃度が濃かったんで 本当にね、皆さん見ていただければと思います。では、えー、やっていきたいと思いますけれどもね、えー、今日の授業のね、えー、講義室の様子はね、こんな感じでございます。どうも、ね、ありがとうございます。なんか先週はね、あの計算機学の試験があったらしいですけれどもね、今日はそれが落ち着いて、オープンキャンパスも終わって、えー、個人的には情報科学研究科30周年のね、記念場行事が終わって、あれはあれでいろいろとあるんですけど、まあ、それ ラジオ番組の方でね、お伝えできればと思います。えー、では、授業の方行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と、iPad が映ってませんね。<laughs> よいしょ。やっぱりね、あの準備っていうのはね、用意周到にするべきですよね、うん。なかなかね、そんな用意周到にしようと思ってもですね、うまくいかないことはうまくいかないんですよ。うん、よいしょ。えー、前回はですね、風鈴変化。 まあ、不急数展開から始まりまして、風呂へ変換の話をさせていただきました。えー、っと、ケーブルが違くね、これ。あんんんん <laughs> ホワイトボードがね、今つながってないんですけど、ホワイトボードってどうやってつなげてるかって、iPad からこのケーブル、iPad と Mac をつなぐとね、できるんですけど、よいしょ。<laughs> つなぐとね、あれなんですよ。結構知られてないんですけど、iPad の画面が Mac とつながってると、あの、ちゃんと画面共有できるんですよで。その機能を使ってですね、やってるんですけれども、すぐに、えー、出てこないという。えー、ね、これね、生放送ならではのドキドキでございますけどもね。あ、来た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 。よいしょ。あ、あれあ、<laughs> 出ないですか <laughs> ねこれがねスタッフがねなんか裏で頑張ってるとかじゃないんですよ僕が個人的に心の中で頑張ってるだけですからねもう一回いきますね抜いて刺す <laughs> ええー、<laughs> いけよ <laughs> うーんみんなみんなであの出ないですね あのね一番怖いのがですね、あれ、授業で使ってる普段の iPad をオープンキャンパスでも持ってったのよ。で、多分これ、普段使ってるやつじゃないんだよね。だから、バージョン、iOS のバージョンが違う説っていうのがあってね。 もうそのさバージョンが違うだけでさ映してくれないっていうそのなんつうんですか積んでるみたいなことやめてくれますっていうねところでございますけれどもねはああつながったよ繋がってるよつながってるよつながってるのになんで君は画面を映さないかな <laughs> あ違う違うこっちあ、うん、映ったよかったはいで音が OK ッフ <laughs> えー、ドキドキが止まらないっていう話でございますけれどもね。はい前回はですねコーシーの積分公式からのフーリエ級数展開のね話をさせていただきました。あのこのねなかなか、えー、趣深いと思うんですけれどもねテーラー級数展開もローラン級数展開もですねオープンキャンパスの反省を生かして今日はノートを取りますよねえ。 ティーチングアシスタントもガチで授業を受けるっていいね。頑張って。頑張ってって一言なのかって感じですけどもね。あれですよ。あの、教室で受けている皆さん、ね、そこにいるティーチングアシスタントの人がですね、みんなの実力にも、と同じようにね、あの頑張りたいという意思を持っておりますので、えー、ぜひとも応援してあげてください。<laughs> ね、いや,やっぱりね勉強って重要ですよ。ね、ノートを取ってね、えー、これはあ,あなのかっていうね手癖にするっていうのは結構重要でございますんでね、えー、ティーチングアンシスタントの方々とね一緒に授業、えー、をやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。でその更新積分ね公式があって更新の積分公式の積分経路によってその級数の形っていうのをいく,いくらでも作ることができると。で例えばもう生速でもう得意点がないやつだったらもうそのまんま円を描いて公式の積分公式使ってバーンって9数展開するのがテイラー9数展開。 なんだけど得意点とかがあるからちょっと危なくないっつって避けてドーナツ型にしたのがローラン級数展開なのでローラン級数展開は不べきそのくり抜いた影響で不べきが出るよっていうお話がありましたでそのドーナツ型を、えー、とペチョーンとくっつけちゃって一周もうこのね半径 R で積分するよーっつってそういうような展開をするとフーリエ数展開になっちゃうってことが今回わかったわけですね なので、いろんな級数展開があって、で、その関数の性質に合わせて、やりましょうと。で、例えば、フーリー級数展開でどんな時にやるんですかって言ったら、まあ、出てきたものを見るとそうなんですけれども、えー、三角関数ないし、指数関数ですね。えー、e の i kθ っていうものをたくさん足し算しますので、 周期が、えー、あるような関数ですね。周期関数に対して、えー、適用しましょうと。で、そうするとこういうふうに AK ね、掛け算されたなんか重みとか振幅ですね。それに対して波 E の IKθ っていうのを掛け算して足し、えー、算させるよと。で、そうすると周期関数が f シータが、えー、記述できますと。 で、その AK というのはどうやって計算するんですかって言ったら E の IKθ に対して E のマイナス IKθ で、まあなんかね、書き消すようなやつをやって、で、同じ周波数、同じ K、同じ波数だったら、えー、共鳴してそれだけが取り出されるっていうのが AK の意味でございました。ね、この、あの、 話を結構ですね、一つ一つ断片的でもですね、なんとなくなんか思い出すこととか、なんかあの話と近いなとか思ったりするんですけれどもね。例えばあの物理で、高校の時の物理で単振動ってなったじゃないですか。あれなんで単振動っていうか知ってます単って何単純、単一、シングルってことですね。一つしか振動がないよって言うんですよ。 じゃあ、単じゃなくて、複数ってありますよね。複数の複。複振動ってありますかっていうわけで、高校の時のその大学受験の物理で、そういう話ってあんまり出ないんですけど、えー、最近あんまり出ないですね。<laughs> 昔はよく出たんですけどね。複振動っていうのはあるんですかって言ったら、あるんですよ。だから、これ、これなんですよ。フーリエ級数展開は複数の振動を足し算する。それによって複雑な振動の動き、関数の動きを表しますよ、と。 でしかもその中でねその AK の計算をするためにその共鳴するのかね、えー、同じ波をぶつけると共鳴1残します違う波違う波数違う周波数の波を重ねて積分しちゃうと0になりますよって言って黒ネッカーのデルタっていう記法を教えましたけど同じ時は1違う時は0になりますよっていうような計算が出てきましたなんかねこれもね見たことあんのよなんか見たことあんのよあの 日記。人によっては好きなのかもしれないですけど。線形台数ってね、ありましたよね。で、線形台数でさ、なんか直行とかになるんですよ。何ですか直行って言ったらさ、その内積するとゼロね。で、なんか同じだったら、まあその正規化すると、同じだったやつは角度がゼロで同じで、えー、1ですよ。直行してる90度ですよって言ったらゼロになりますよ。うーん なんか似てるんですよね。なんか聞いたことあるんですよね。でも待って待って待って、俺これ、フーリエ急数展開の話だから関係なくないっていう思うんだけど、なんか似てるっていう精神はある。うん、で、フーリエ急数展開のね、計算例とかありましたけれども、今回はこのフーリエ急数展開を無限に拡張します。それをフーリエ変換と言います。 で、まず、周期の関数ね、0から 2π でもいいし、マイナス π から π を切り取っても周期的なんだから同じですよね、つって、ちょっと扱いしやすいように、マイナス π から π までの 2π の周期を持った関数で考えますと。で、角度 θ をラムダ分の 2π っていう風にパラメータライズして、x っていう風にします。そうするとね、x がマイナス2分のラムダから2分のラムダ。ラムダって波長ね。 えー、マイナス2分のラムだから2分ののラムダの周期関数に対しても適用できるように拡張しますそうするそのためには θ は今0から 2π を使ってますので x っていう代わりの変数を使ってマイナス2分のラムダから2分のラムダってなったとしても θ、うん、がちゃんと −π から π になるようにしてあげればよいなのでラムダ分の 2πx っていうのを考えましたよっていう話です。 で、AK の計算をね、式、これが定義式ですけれども、これをちょっと変えていきましょうという話で止まりました。で、ここで代入します。θ イコールラムダ分の 2πx ですね。よいしょよいしょよいしょ。これを代入します。それはまんまでございます。えー、2π 分の1はほっといて、えー、マイナス π から π になりましたよっていうのが、マイナス2分のラムダ半波長から2分のラムダ半波長までと。ね、これは x に 地間積分するからですね。で F のータの中身がラムダ分の 2πx ですっていう状況。でこれで e のマイナス ikθ だったんですけども k のラムダ分の 2π の x っていうふうに考えましょう。で d ートのところもラムダ分の 2π っていうのがねかかってきますのでご注意ください。dx。 で、そうすると、一番手前の 2π と、えー、一番奥にある 2π が約分されて、おう、うまく、ラムダ分の1になるじゃねえですか。ラムダ分の1、えー、マイナス2分のラムダ、えー、2分のラムダ。まあ、f はラムダ分の 2πx ってことですけれども、まあ、改めて x の関数だと思ってくださいと。その時には e のマイナスの i の <laughs> ラムダ分の 2π っていうのを、 倍してあげてはいこれでフーリエ級数展開の係数をマイナスラムダからマイナス2分のラムダかマイナス2分のラムダからプラス2分のラムダまでの関数が周期的ですよっていう場合にはこういうふうにラムナ分の 2π してあげてフーリエ級数展開の係数を作ってあげてくださいというわけでございます。なのでいろんな周期が存在しますけれども。 まあ、0から 2π にね、なんとか変数変換して帰着させれば、周期ラムダ、<laughs> 波長ラムダのフ、えーリエ数,数展開もお手のものでございますというわけでございます。まあ、これはね、変数変換すれば、ああ、できるかなっていうのね、イメージつくと思いますけれども、こんなのをちょっと形式的にやってみました。だけどさ、周期関数もちろんあるんだけど、世の中周期的な動きもちろんあるんですけどね、バネでビョン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 するとかね、そういうのはあるんですけど、 まあ、なんならさ、なんか、フリエー、数展開、三角関数、指数関数で関数を書いちゃうわけでしょいや、三角関数、指数関数、僕、お友達なんですよね。もう、初回の授業からなんならお友達で。えー、なんなら、あの、大学に入る前から友達なんですよ。特に三角関数は大好きですよね。皆さんね。えー、コサイン、サイン、はい。ね、タンジェント、大好きでございますけれども、そいつは指数関数で統一されたので、好きなんですよ、もっとね。 だからできることなら周期関数だけじゃなくて何でもかんでもこの三角関数で書けてくれませんか <laughs> 書いてほしくないっすかねえ。そう思うわけですよ。というわけで何かできないですかねということに挑戦いたします。それが、えー、風リエ変換でございます、えー。黒いページを全然用意していなかったですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。 よいしょよいしょ。では、えー、いざ、フーリエ変換の世界に行きたいと思います。よいしょ。フーリエ変換 A です。よいしょよいしょ。間に合うのかなフーリエ変換 A。A ラムダが無限大にすればよくねえと。周期マイナスラムダからラムダじゃなくて、もういろんな関数。いろんな関数ってことは周期性とかも見出せないようなわけですよね。 周期性があったら、そのマイナスラムダからラムダ区切ってあげて、フーリエ Q 数展開じゃねえ。えー、と、今までの話すればいいですよね。だけど、その周期性がなんかないんじゃねえ、一見っていうような、まあ、複雑なね、皆さんが大好きな複雑な関数があるわけでしょその場合にどうしたら A 上かなっていう話です。じゃあ周期なんかねえと、もう端から端、端、端、ずっとあっちだね。ずっとあっちっつうなら無限大に飛ばせばよくないっすかっていう。 安直な、えー、発想でいいきたいと思いますでその場合によいしょ先ほどね用意しました AK ねあの使ってフーリエ級数展開の話してたじゃないですかマイナス無限大からプラス無限大ね。で AK っていうケースあったでしょ、ね、ちょっと話して書いといてね。 で、e の ikx って書くところを、えー、e の i k タか、e の i k タって書いていたところを、今回は周期を、はい、マイナスラムダからあるね、ラムダにしたので、ラムダ分の 2π の kx って書きましょう。うん。で、なんかこういう周期のね、えー、ラムダっていうのを無限大にしようと思ってるんですよ。無限大に。そうするとさ、 ラムダね、ここね、0、あの、ここの部分、ラムダ分の 2π の、ラムダくんを無限大にしようと思ってるんですよ。うーん、どうしたらいいかな和でしょ足し算しまくるんでしょ無限でしょうん。で、俺ら知ってるのって、高校の時までの知識しかないんで、あ、吉尾ギさ,さん、出遅れましたかあのー、あれですね。ギですからね。<laughs> はい。 で、この足し算しまくって、えー、ラムダ分の 2π。ラムダ無限大でしょなんかそういう話聞いたことあんな、昔。ああ、あれだ、あれだ。部分求積法ってなかったっけねえ。積分と和を結びつけるあの話ですよ。 チョコ材のものを足し算してあげてはい k イコール0から n-1 まで足し算してあげましょう何をですかっつったら細切れされた関数ね、えー、n 分の1という幅で高さは f の n 分の k っていうのをかけて足し算しまくるとでその n を無限大に取ってあげるとどうなりますかっつったらこの場合は0から1の区間で f の x っていうのをめちゃくちゃ小さい dx っていう区間で区分で積分をするというものに収束するよっていうのがありましたなんか似てんじゃん k で和を取れっつってんのと e の i のラムダ分の 2π のラムダ分のっていうところがなんとなく n に見えてくるんですよははははなるほどじゃあめんどくさいのでラムダ分の 2π それごとを、えー、と分 n 分の1にしましょう ねラムダ無限大にするっていうのと N を無限大にするっていうのね対応させますと。で、そうすると手前に幅が必要っすよね。N 分の1っていうのをかけてあげなきゃいけない。あ、これ見よ、これ見よがしにこいつもいるじゃないですか。ほら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 、KKK。ほら、ここにも K いるよ。ほら、KK いるよ。ほら。あ、対応してませんちょ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 。N 分の1いますよ。N 分の1ないっすよ。こっちに書こう。 えーっと、じゃあ、ラムダ分の 2π と同じようにかけましょう、えー。そういうのを捏造って言います。うんと、どうしよう。じゃあ、2π 分のラムダにしてあげよう。ね。<laughs> こうすればいいだろう。う 2π 分のラムダかけて、ラムダ分の 2π してあげれば、えー、ね、矛盾なし。で、この子は、はい、先ほど言いましたように、n 分の1ってするっつってんだから、ほら、区分球積法の幅ができた。うん、で、 高さに相当する e の i の、ね、n 分の kx あこれ関数なんだな f の関数なんだなで手前にもえっとねいのラムダ ak とか言ってますあ k という引数があるのでここもはいここも何がしかの関数に対応するわけですねははで今回は和の領域が <laughs> ゼロから n-1、ね、今回のこの話で言うと0からラムダ分の1ってことですからね0、えー、からラムダのところまで和を取るどころかマイナス無限大から無限大まで和取れっつってるんだから積分でよくないマイナス無限大から無限大で積分でよくないで手前にかかっているこの子をですねこの子をじゃああ文字何にする n 分の k という、ここのね、塊を、はい、n 分の k という塊を何か積分の変数にするじゃないですか。じゃあ、この変数を、オメガって書くことにします。で、その k に依存している手前の係数も、そのオメガの関数だということにします。そうすると、はい、f のオメガの、はいトと、 e の i のオメガの x、dx っていうフーリエ級数展開の無限版ができます。なるほど。あ dw ですね。ごめんなさい。d オメガか。d オメガですね。積分変数、ここは x って書いてますけど、こっちではオメガって書いてます。ラムダ分の 2π を n 分の1にしてます。n 分の k というのが積分変数になりますので、オメガと私は置きました。なので、e の i オメガ x ってかかってますので、I をメガ x です。積分変数をオメガです。手前の係数は k に依存してる、k に依存してるってことはオメガに依存する何かなので、f ハットオメガっていうふうに再定義させていただきました。そんなこと言ったってさ、本当かよと。それでいいのかよ。気になりますよね。f ハットのオメガってあなたさあって 2π 分のラムダの ak っていうふうに定義したけれども、ね。 これ大丈夫っていうわけですけれども、はいはいはい。AK ってさっき計算したじゃん。はい。AK は周期ラムダの場合はラムダ分の1ですよ。ね。で、そのラムダを無限大にしちゃうのよ。このまま見てるとさ、ラムダ分の1かかってるから、えー、0になっちゃうよね。ラムダ無限大にしちゃうとね。大丈夫かなと思ったら、AK のところに 2π のラムダをかけて、ラムダ無限大飛ばせって言われたので、あ飛ばしてみますか。 手前のラムダ消えるんだね。ラムダ分の1って AK の中に入ってるんですけど、ラムダかかるので消えて、やっぱり 2π 分の1。へ,へへー、結構面白いね。2π 分の1なんだね。かけて、はい、マイナス無限大から無限大。な、なに、先生何書いてるのこれ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 。マイナス2分のラムダから2分のラムダでラムダを無限大に飛ばす。 マイナス無限大からプラス無限大まで積分しなさい。OK。Fxe のあマイナス i のラムダ分の 2π の k あラムダ無限大に飛ばすからちょっと怖いんだけど大丈夫。ラムダ分の 2π の k はオメガと置くことにした。x あれ綺麗な式になりますね先生。そうなんだよ。Fx を e のマイナス i オメガ x かけて dx で積分しろ。そしたら f チルダ f ハットオメガっていうのが得られます。 その f ハット F チルダオメガ中のをここにぶっこんで e の i オメガ x で、オメガで積分すると fx を復元することができます。フーリエ変換と言います。つまりフーリエ級数展開は0から 2π とかマイナス2分のラムダからプラス2分のラムダっていう有限の発調周期の時にやりましょう。区分的に周期的だったとしても OK です。そこだけでやればいいからね。で、そしたらそれを 無限大にしますと。だからもうずーっとあっちまでなんか動いてる、ね、で、ずーっとあっちまで同じパターンなしで変な動きしてるわけよ。もう周期なんかねえんじゃねえのこの関数と思うんだけど、マイナス無限大からプラス無限大を一つの周期って捉えれば別に良くないっていう。だから無限大のフーリエ数展開をやると、無限の領域のフーリエ数展開をやると何でもいいじゃん、フーリエ変換ってなるわけです。あはじゃあ、何でもかんでもフーリエ変換しようぜ。<laughs> 関数を私たちの好きな三角関数による表現に直しちゃおうぜって言うんですよ。やばくないなんで三角関数なのよ。しいては指数関数なのよ。指数関数最高じゃないですか。なんで微分積分し放題。え 微分とか積分とかめんどくさかったよね。いろんな関数あるじゃん。微分してください。積分してくださいって今まで入試問題で何回も言われたじゃないですか。めんどくせえなって思ったでしょもう心の中の第一線めんどくせえなじゃないですか。もっとポジティブだとやったろうぜって思うんだけど、やっていくうちにめんどくせえなの。二言目には絶対めんどくさいなんですよ。それがね、このフーリエ変換ってやっちゃうと、ちょっと待てと。関数の正体はってことよ。fx の正体は、 マイナス無限大から無限大で積分せいやと。やだけどね。だけど、そうすると、マイナス i エ x dx じゃない。ごめん。d オメガ積分しろというのは出てくんだけど、指数関数になる何がすごいよ。x に関する依存性は指数関数なのよ。 ね、手前にゴタゴタついてるし、手前になんか積分しろとか言ってくるから、なんとなく、うん、うんうーんって思うんだけど、うん、X としての関数としてのその性質は指数関数なのよ。指数関数ならワンチャンいけんじゃねっていう、なるよね。ちょっとずらしますね。よいしょ。指数関数なら関数、積分計算とか微分とかしやすいから、そんな怖くないんじゃないですかで、F ハットのオメガ。 は 2π 分の1をつけてマイナス無限大からプラス無限大に fx を積分してあげてください。e の i オメガ x の dx。こうすれば f ハットっていう、ね、何をつければ指数関数に何をつければ fx を復元できるかっていう辞書ができます。 関数を復元するための f トっていうね、まあ、振幅めいたものですよね。三角関数に掛け算して、振幅を積分すれば何かの関数に復元するよって言ってます。こら、つええだろ。こら、つええだろ。フーリエ変換中のを得ることができました。よし。で、何がつえよ。微分し放題なのよ。関数 Fx がフーリエ変換しちゃうの。そしたら指数関数の束になるわけ。 実数関数微分してくださいって言ったら微分し放題でしょ積分もし放題でしょえ、ちょい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 先生、世の中には微分してめんどくさいものがあるんですよ。何すか微分方程式っていうのがあるんですよ。運動方程式とかあるんですよ。ああ、ありましたね。微分してそれが方程式とかに出てくるんですけど。で、何がめんどくさいんですかえ何がめんどくさいんですかびびびウびびびびんとか言ってた。微分です。もう見知らぬ FX っていうのがね、こういうのがあるんだよ。 方程式に書いてあって。ね。で、そいつを2回微分して、ピンピン、2回微分して足すと、えー、何かになるんですよ、みたいなね。こういうのを何つうの方程式っつん。微分が入ってる方程式から微分方程式っつん,んですよ。で、微分方程式を見るとビビビビンってなってビビっちゃうんですよ。ね。やべえと思うわけ。ね。で、何がやばいのあなたって話よ。何がやばいの 見たことない関数があって、それを見たことないくせに2回微分しろって言われて、うん、見たこともないやつを微分しちゃって、もう姿形が変わっちゃって、地味猛狂ですよ。パンドラの箱をひっくり返して、バーンって、なんか出てくるんじゃねえのっていう恐怖心を煽る式があって、これを解けって言われる で、大学1年生の時に言われたんだ。微分方程式っていうのが、世の中の未来を予言するために非常に重要であると。だから、微分方程式解けなきゃダメだよ、みたいなこと言われるわけですよ。で、どうやって解くんですか、先生。教えてくださいって思うじゃん。<laughs> そしたら、なんだっつうのよ。代入すればは。えー、この微分方程式の特殊解はこうだから、一般解はこうです。というわけでしょ。どっから出てきたのそう。 世の中でその教養で習う微分方程式の解法って教えてくれないんですよ、解き方は。特殊解がこうだから、代入すればわかるから、変数を変化させるとわかるから。それ教えたことになんなくね って思うんですよね。僕は少なくとも大学1年生の時に微分方程式を習った時の最初の感想それですよね。教えてくれたことって何もなくないですかなんか多分答えがこうだからワンチャン代入したら分かるぜって言ってんですよね。そんな博打みたいなことやるかってうの、ん。で、そしたら今その状況、微分が入ってる方程式ね。だけど、方程式を ね、見た時に関数が埋め込まれててその関数は何でもかんでも指数関数で書けますよって言われたらどうすかあ,あじゃあこれ指数関数なんだなと手前にゴタゴタついてるけども指数関数なんだなとでその指数関数だから x に関して微分1回しようが2回微分しようが3回微分しようが何でもよくね 何回でも微分してください。指数関数ですから。ってで。指数関数の部分見ますよね。2回微分しますよね。うん、i オメガがポンポンって2回降りるだけじゃないですか。うん、i オメが2回出てくるってことは、マイナスのオメガ2乗になるぐらいじゃないですか。この中身でね。ああ。うん、F オメガとか d オメガとか積分しろっていうのはついてんだけど、結局ここで言ってんのは何ですか e の i オメガ x っていうのがあります。e の i オメガ x を2回微分したのがここにあります。足したら0ですよって言ってる単純な方程式じゃないですか。微分方程式じゃない二2回微分すると i オメガっていうのが手前に降りてくるっつってるんですよ。で、係数1でしょ ?1 位。 プラス、二回微分はマイナス、オメガ二乗っていうことだな。ってことは1、一引くオメガ二乗がゼロになるってことだな。っていうことは、オメガが一ってことだな。プラマイ一ってことだな。え、方程式解けたじゃん。そうすべての微分方程式を、ただの代数方程式に直すのが、フーリエ変換です。微分は、積分は、指数関数の型を下ろすだけだから、オメガっていうのが、一個、二個、三個、四個出てくるだけだよ、って言うんですよ。こんにちは。おはようございます。 2回微分すると2個オメガがポロポロ通してくるよそしたら2次方程式じゃん。あら微分方程式が代数方程式2次方程式になっちゃった高校1年生に下請けしてもらいましょう。そう大学1年生の時にやれって言われた微分方程式っていうのは解法があります。天下りじゃないんです。 ルーリエ変換など、関数の変換を行うことによって、この微分というものをなくしちゃいます。ただの2乗とか3乗とかの代数にしちゃいます。代数にしちゃいます。代数にしちゃいます。あれさっきも線形代数とか言って、あれ代数あれ今日の授業、代数の授業でしたっけ違うよね。あれ解析とか応用数学、え なんか微分とか積分とか講師の積分公式とかそういう解析的な研究をする、えー、学問なんじゃないですかなんで台数とかの先生話してるんですか話関係ないじゃないですか違くね待って待ってこの風鈴変換の役目ってもしかして解析学を代数学にするっていうことですか、えー、なんでさ大学1年生の時にさ微分積分学とか解析学とか習ってさ線形代数学ってなんで習うんですか僕図形とかに興味ないですっていう人もいてもいいよね 線形代数と解析学を結びつけるのがこの子なのフーリエ変換君なのえ、フーリエ変換すると、なんかめんどくさい微分積分とかなくなっちゃって、代数に、ああ、ああ、あ、だから代数勉強してたんだ。なるほど。ほんで、一応これね、やり方しか、やり方つうか定義しか書いてないからで、残念ながらもう15回でございますので、続きがないんでね、えー、放置なんだけど、 俺がなんで12回ぐらいまで積分、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 積分してたかわかりますかこれでわかったでしょマイナス無限大から無限大まで指数関数、三角関数がある積分なんですよ。マイナス無限大から無限大なので、今回のレポート問題でもみんな積分の問題出してくれましたけども、なんなのあの積分の問題。どっから出てきたのあの積分の問題。ねえ。何のためにあの積分の値を求めなさいって言ってるんですかって言ったら、今日のこの日のため 風流変換をするためには積分が出てくるの。その積分はいっぱいパターンがあるわけ。関数の数だけそのパターンがあるわけですよ。ということは、どんな問題が出てきたとしても、積分ができる方法論を身につけておけば心配ない。ああ。だからか。応用数学 A では積分ならんの。なんでくっさるほど積分させんのさ。なあ、もう置間積分、部分積分。 やらされてさ、その後に複雑的分だああ、流数定理があるからいいけどさ、持ってるぐらいでしょだけど何のためにやったのって言ったらフーリエ変化のためなのよ。なんなら後期のラプラス変化のためなのよ。それをするためには、どうせ流数定理使えばいいからね。流数や、まああとジョルダンの補助定理とかありましたけどね、そういうのを使います。 そういうのを使えば計算することができるので安心してください。皆さんはこの授業終わった後に風呂変換やれってね言われたとしても応用数学 A で学んだから大丈夫ということになります。で、何でもかんでも言いますけれどもなんか関数が用意されました。関数が用意されたけどそのまま使うのはめんどくさいので関数の変換をしているよっていう魂を忘れないでください。 ドストレートに出された問題を解かなくていいのよ。あなたが解きやすい世界に持ってきなさい。あなたが解きやすい世界は何ですか三角関数と指数関数です。なぜキャリアが長いからです。高校1年生の時に三角比を習い、高校2年生の時に三角関数と指数関数を習い。それをマスターしたから東北大学にやってきたんだろう。だったらそれを使わなきゃダメでしょう。っていうことで、風流変換すればよくね。っていうね。はい。で、ちなみに、よいしょ。<laughs> 一応注意があって、まあ細かい注意でございますけれどもね。はい。F っていうのが存在しないといけないんですよね。そよくあるじゃん、数学の存在とかね。よくわかんないやつがね。何ですか、これはっつったら。要するに、積分できなきゃダメって言ってるんですよね。はい、じゃあ絶対値を取りますと。で、この絶対値を取りますと、積分の中身に絶対値を取れっていうことでございますので、Fx の絶対値の Dx っていうのが出てきます、えー。手前に出てきてますのは、 はい。手前に出てきてますのは、これね。F の、まあ、2π とかありますけどね。うん、FxE の iωx の大きさを取るよね。これ何ですかって言ったら、三角関数なんだよね。大きさ1だね。じゃあ書かなくていいね。はい。Fx の大きさをマイナス無限大から無限大まで積分してください。それがね、収束しないと、f トの ω っていうのは何かの値になりません。 収束するって何って言ったら、この積分の計算をすると、何かの値に落ち着くよってことです。それを数学用語で、収束って言います。そうしないと、まあ結果がさ、あやふやでしょどれ使ったらいいか分かんない振動するととかになっちゃうじゃん。無限大とかになっちゃったら、もう分かんないじゃん。いくつはっきりしろってなるじゃん。で、こういう絶対値の積分ができるっていうことを、絶対化積分系って言います。絶対化積分。 すげえ強いよね。絶対化積分。じゃないとダメです。なので特徴がありまして、ビヨーン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 。x があって、fx っていうのはね、大体こういう形してないとダメなのよ。マイナス無限大から無限大まで積分すんのよ。面積。計算すんのよ。なんかずっとあっちの方見てるとさ、なんか値が残ってるって言ったらやばいよね。そっちの方で積分するとさ、どん,どんどんどん増えてっちゃうからね。あっちの方でなんか関数が。 ホップしてるーってるっね上原浩二のストレートみたいにホップしてるーとかね野球好きだってバレたね藤川球児みたいにホップしてるーそんな物理的にありえないとか言うけれどもホップしてるーとか言われてそれで積分しますっつったら無限大に発散しちゃうよだめじゃあどうなるの落ちるフォーク落ちてないとだめですということでこれは注意してくださいね なんでそんなことを言うんですか数学だからですか厳密性が重要だからですかちゃう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 どんな関数に風呂変換しようかなと思うかっていうセンスです。fx が端っこで減衰してあっちの端っこでも減衰してるような現象があって事実があってグラフがあってデータがあってそういうものに対して風呂変換すれば僕らは計算しやすいと。なので まずグラフを見ろ。現象を見ろ。そしたら、x ね、絶対値取って、マイナス無限大からプラス無限大ね、の方で潰れないと使えねえよと。積分できねえからな。なあ、やに風鈴変換したらダメよ。ね。で、プラス無限大で減衰している、マイナス無限大で減衰している、これなにっ言ったら電波だよ。電波って無限大の方に飛びますかってったら減衰していくんだよ。あー、NHK が届かないみたいなね。 えー、東京タワーボーンって立てました電波飛ばします山の方ではラジオが届かないテレビが届かないってなるでしょなんで減衰するから無ガラス無限大マイナス無限大ねの方では減衰するからはっはっ電磁波届かねえんだどうしても遮蔽してるからね届かねえんだあ通信する時の問題にはフーリエ変換使おうほらこうなるでしょ 俺のこの情熱が君たちに届くかまあ、届く部分と距離が遠いと届かないのとだんだん引いてきましたっていう人いるかもしれないですけれども情熱、もう届くところがあるよね。そう、電熱。熱とかも限界があるんですよ、届くには。ね。なのでそういう熱の工学にはフーリエ変換使いましょうとか。そういう意味です。数学のなんか絶対稼ぎ分だから収束性がどうのこうのっていうことを細かくく細かく言いたいんじゃないんです。 どんな現象の時に風エーー変換が有効かっていうセンスを説いてます。遠くの方で減衰するような現象に使ってください。いや、全然、じゃあ逆にさ、遠くの方でなんか生き残ってるような現象どうすればいいのさ。応用数学 B を受けてください。ラプラス変換と言います。<laughs> はい、というわけで風流ーー変換、これで紹介終わり。じゃあ積分しようぜ。やってみようぜっていうところに行きましょう。ノートはどこだよいしょ。<laughs> 予定していたノートがねえぞ。あれ どこ行ったどこ行ったどこ行ったねえよ、畜うあんんんはい、ちょっとね、えー、植先生が暴走熱暴走気味でございますからね、えー、加速雲さんいらっしゃいませですね。絶対化石分系、積分できるもん。あの、お母さんと一緒のノリですね。えー、やだもん。一人でできるもん。料理番組か、みたいな感じですけどね。はい。で、まあ、一番簡単なフリエ変換の例をね、やっちゃいましょう。例。<laughs> まあまずはね、計算してみないとね、あれでございますんで。はい、もちろん、流数定理とか、えー、ジョルダンの補助定理とか使う系の問題はね、あるんですけど、まあ、一番有名なのをね、やっときましょう。はい。1 2分の 1AX2 乗をエクスポーネンシャルしてくださいでございます。はい。えー、この流れでの風エ変換の動耳を初めて見ました。あ、そうなんだ。ありがとうございます。もう、そう言われるともうドキドキします。ドキドキしますとか言って。<laughs> いや、 リエ変換もさ、上からドーンじゃないですか。<laughs> ダメなの、僕、上からドーンの学問導入が。な、どっからお前持ってきたんだよ、それって突っ込みたくなるんですよね。動機がね、あの、なんですか、不純じゃないや、動機が純粋なものじゃなきゃダメなんでね。はい。 fx がありまして、関数が端っこで潰れていくっていう典型的な、あの、ガウス分布とかね、正規分布とか言われるやつの関数形でございますけれども、えー、こいつについて、じゃあ、リー変換してみましょう。はい。f ハットのオメガ、はい。これね、えー、マイナス無限大から無限大まで全領域ですよ。積分しちゃってください。 で、e のマイナス2分の ax2 乗を積分してください。e のマイナス i ガ x っていうのをかけて、えー、積分すると新しいね、x については潰しちゃって、新しいオメガっていう係数でもって表現することにしますというわけですね。えー、で、そうしますとどうなりますかっったら、これね、人間ができる最高峰の積分ですけれども、指数関数の型でまとめましょう。 指数関数の型には、えー、二次関数と一次関数がありますので、不利へ変換。フ不ー変換じゃない。と <laughs>。平方完成します。2分の a の ax の、えー、プラスかなプラス a の i 分 i オメガ。はい、2乗。え、マイナス 2a 分のオメガ2乗っていうのをつけておけば、熱造になりません。これ平方完成ですね。なんだよ、この授業。平方完成しかしてねえのかよ。そりゃそうだよ。俺がやってる授業なんだからね。高校生までの知識しから使わねえよ。 だってそれしか僕知らないもん。よいしょ。で、ここの部分よ。ここの部分、大学1年生の時に教わった最高の、えー、公式でございます。一生もんです、えー。私からすると、過法定理よりも使えます、えー。我が研究室に来てガウス積分をしなかったら、その日は研究していない日だと思ってください。 マイナス無限大から無限大 DX エクスポーネンシャルのマイナス2分の AX2 乗っていうのがありましたら、塊がありましたら、積分してください。そうするとね、ルートの A 分の 2π になるよーってやつですね。え、極座標を使うと証明できるやつですね。<laughs> で、そうするとえ、今回の場合は2分の A の先生、X プラス A 分の7、i オメガでずれてる、やーんとか思うけど、変数変換、変数変換。 この x じゃなくて、この塊を、例えば y とかね、うん、置いてあげて、えー、こいつに希釈することができますね。ということは、ルートの a 分の 2π、そのままバーンって書ければいいですね。はい、出来上がり。えー、書くとこない。<laughs> よいしょ。イコール、ルート a 分の 2π、エクスポーネンシャル、はい。えー、マイナス 2a 分のオメガ2乗と書きます。あ、ちなみに e の x 乗っていうのは、エクスポーネンシャル、 X ってて書いいも同じ意味でございます、ね、あの肩にさ小さい文字書きたくないじゃん。というわけで E の X 乗を EXPX って大きい文字でね書くっていうこともあの紙面上やったりしますのでこういう書き方覚えておいてくださいね。はい、平方完成人類で初めて見つけた人ほんと天才あの平方完成って誰が見つけたんだろうね もうなんか、なん、何人間国宝みたいなのを送りたいですよね。いや、きっとそんぐらいの、あの、表紙を受けてるんだと思うんですけどね。誰なんでしょうね。はい。<laughs> 高速風厘変換なんてのもあったりね。その風厘変換ってね、あの、先ほど、積分しろって言ってましたけれども、その積分の計算もね、よくよく見てみると、まあ、後でも紹介しますけど、まあ、あの、線形大数なんですよ。 行列のの計算でいくのねでその行列の計算の演算ってめっちゃ時間かかるのでじゃあ,あ,あ早めにやりましょうつってまああのあれですね何て言ったっけあれ二分法か二分法を応用した、えー、アルゴリズムがあって高速フーリエ変換っていうのがあってそれだとめちゃくちゃ早くできたりします、まあ、放射線科技師の人たちとか放射線科医の人たちとかね毎日のようにお世話になってるかと思います、はい、東北大学工学部の1年生には前期で、えー、面積分とラグランジュの未定常数法を習い後期で流数定理とフーリエ変換を学ぶという とてつもない選択必修授業があります <laughs>。基本的に全部甘くなり式 <laughs> なんだっけ？なんとか演習だっけ？忘れちゃった。ありますよね、えー、ラグランジュの未定常数法もやってんだ。それは偉いな。うん、あのー、全部伏線だと思ってください。あのー、流水定理と風ーリエ変換をここでね。伏線回収したと思ってください。で、ラグランジュの未定常数法は後期に、えー、伏線回収いたします。はい。あのね、1年生にの時に生まれた。その歪みを全部是正するっていうのが僕の目標です。 応用数学 A と B と C で C ねえよって話ですけどできちゃうのでこれで <laughs> はいちなみにえらせえと怒らせ,と <laughs> 怒らせ元に戻せるか一応確認しましょうか元に戻せるかねえフーリエ変換してさなんかガウス積分してさなんかできたんだよこれねエクスポーネンシャルのマイナス 2A 分のオメガ2乗うんちょいまちょいこれってえっとガウスまあね分布 とか言ったりしますけどマイナス2分の ax2 乗ねありますけどこれマイナス 2a 分のオメガ2乗ってね引数が x からオメガに変わっただけで基本的に同じじゃないですか手前の係数が逆になっただけじゃないですかそうなんですよガウス分布はフーリエ変換するとガウス分布なんですよこれねガウス分布ガウスなんつうのこれ <laughs> ガウス分布の式ってそれぐらい美しいのフーリエ変換に対して普遍性を持ってるんですね でこういうのを相対性と言ったりもしますあの。自分を変換すると別のものになるのが普通なのに、えー、それが相対な関係っていうんですけれども、それが自分に戻るので、自己相対性。自分に戻るよっていうね。えー、僕の博士論文の研究がこれです。あ、ね、じな元に戻るの好きなの。<laughs> めんどくさがりだから。 はい。で、fx やってみるよ。イコール 2π 分の1。はい、積分した前。はい。マイナス無限大からプラス無限大。えー、ルートの a 分の 2π の、うん、えー、e のマイナス 2a 分のオメガ2乗の、i い、e の i オメガ x をかけて、えー、オメガで積分してください。まあ、さっきと一緒ですよね。平方完成しなさい。 手前の係数は、ールート 2πA 分の1になります。ね。もうこの形を見たら、ウハウハしてしまうのが大関県だと思いますけど、マイナス無限大からプラス無限大になりまして、エクスポーネンシャルの、エクスポーネンシャルの、はい、平方完成なんだよ、中学生の時からやってるよ、オメガ引く iAX2 乗の、えー、マイナス2分の 1AX2 乗。なんか戻りそうですね、D オメガ。 ごめんね、手前これ。<laughs> そしたら、同じ形が出てきたやん。およよよよよおよよよよよよよ,よこれですね。またじゃねえかよ、ガウス積分よ。そうだよ。ガウス積分しない日はないんだよ。ガウス積分しなかったら勉強してねえなと思ってくれ。マイナス無限大から無限大、DX。 exp のマイナス2分の 1ax2 乗を、イエス積分するぞルートの a 分の 2π っていうね、いつもの公式ですけれども、これね、を使います。エクスポのマイナス 2a 分のオメガ引く iax、ず IA れてるよ先生大丈夫これあ、オメガ引く iax、改めて x とか置けば同じ形やん 2a 分の1。まあ、a が逆数だから、それには注意してね。ルートの a 分の 2π じゃなくて逆数だから、ルートの 2πa になるので、手前と見事に約分。おっしゃー。イコール、エクスポの、うん、マイナス2分の 1ax2 乗になって、元に戻りましたね。ほら。fx っていう元の関数があって、それを別の世界、別の関数形に f のオメガにしてしまう。その時の係数はこうです。 オメガの係数ね、こうです。かける e の i オメガ x っていう風に書くことができるぜってのが風エ変換のミソです。ほんまかよと思うんだけど、ほんまだよってわけですね。で、あなた方はこれを使う代わりにこっち使うのよ。ガウス積分を使いましょうなんてやんなくていいのよ。e のマイナス2分の 1ax2 乗なんて難しそうじゃん ね指数関数の形。二次関数よ二次関数、指数関数があったらもう大変じゃないですか一次関数になったらもっと簡単、なってるじゃん。逆にこの形をこうしろっつん。ガウス積分、ガウス関数の形を指数関数の i オメガ x にしろって。できちゃう。なんでそんなことすんの簡単だから。微分したら i オメガ i オメガ i オメガってボロ,ボロ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 出てくるし、積分するなら i オメガを吸い上げればいいし、できんじゃん。簡単じゃんっつって。 で、このガウス分布、ガウス関数の形を逆にこの指数関数の形にすることをハバード・ストラトノビッチ変換って言います。これは1950年代だっけ ?50 年代にハバードさんとストラトノビッチさんが独立に見つけてやったーとか言ってんですけど、待て風鈴変換だよ、ただの。それで論文になるんだからね。<laughs> っていうぐらいに重要なのよ。で、なんでその時にハバードさんとストラトノビッチさんがすげーって言われたかっいうと、まあ、単純な X じゃなかったのよ。 X の代わりに何とかの二乗だったんですよ。で、何とかの二乗っていう形を見たときに人間はえ、どうしよう、どうしようってずっと言ってたのでその1950年まで。で、ハワードさんとスターント・ピンチさんが、あれこれ風鈴変換使えばよくねつって、ボーンってやったんですよ。で、そしたら、この X に入ってたやつが、この X、一次関数になるので、二 <laughs> 次関数だったら難しいんだけど、一次関数になるので、この X ってさ、よくよく見て、何でもよくない ?X じゃなくて、Z プラス、A プラス、B プラス、C プラスとか,なんかなん、なんたらかんたらの二乗でもいいんですよ。 なんたらかんたらの二乗が指数関数の型にあったらめんどくせえとか思うんだけど、一次関数になるんですよ。そしたらこっちなら計算できんじゃね他に計算しろ、他に計算しろっていうのがあったとしても、一次関数にしたら計算できんじゃねっていうのがハーバード・ストラトのビッチ変換っていうんだけど、それを使って、えー、統計力学とか量子力学とか場の理論とかの計算は毎日のように行っています。それでなんなら論文も書けます。はい。 っていうようなね、なんだ、人類がやる計算って大したことねえんだな。大したことしかできねえんだよ。だから大したことしかできないんだけれども、ここにコアがあるということを知っていれば、そこを使いながら計算をするというストラテジーができるので、ここ大事でございますよというわけでございます。えー、データ数が二乗数にならなくて FFT できなかったときは落ち込んだ。あー、あのー、 <laughs> データ数が二乗数よくわかんないけどね。計算量の話かな。ラグランジュの未定常数法、最初にやった時、連立方程式とどう違うのか、マジでわからんかった。ラグランジュの未定常数法って、ほんと教え方難しいよね。どうやって教えるのが一番ベストなんだろうって、いまだに僕も悩んでるんですけどね。まあ、授業の準備の、ね、一環で悩んでるんですけれども、<laughs> えっとね、えー、実際後期から、その手の話をですね、最適化だったり、学習、機械学習の話とかをですね、学部生向けに、 えー、理論の部分をね行うという授業が予定されておりますので、えー、そちらもですね、えー、なんだ後期の木曜日の4弦だっけ <laughs> 2弦3弦5弦だったっけなんかね2弦3弦4弦が5弦なんか忘れましたけど1日中大関が出るっていうのが10月以降の木曜日ですのではいよろしくお願いいたします、えー、既得な方々はですね1日中大関に会うことができますんでそんな人はいねえよって僕はネガティブなんで思うんですけどね ななんかそうでもないいらしオープンキャンパスの時にあのいらっしゃってくれて「握手してください」とか言われて「俺は動物園のクマか?」と思いましたけどねクマが握手したら怖いですねはいえー、大変だ <laughs> 何がだ <laughs> あっ 3, 3コマやる俺がじゃないね君たちが大変ですね <laughs> 論文でも書きな。 というわけで、駆け抜けてきた、えー、応用数学 A でございますけれどもね、だんだん終演の時間が迎えてきまして。うん、はい。アさん、木曜日は仕事にならないっすよ。<laughs> 変なラジオが始まりますんでね。はい。よろしくお願いいたします。まあ、皆さんの手ためになるような授業を作ろうと思いますんでね、頑張ります。えー、D プライムさん、大変だ、点々って。やべえ。秋さん、やべえわ。その、やべえわ。 喜びのやべえなのか絶望のやべえなのかが分かりません <laughs>。はい。他にもね、今日教えたいの内容いっぱいあるんですけれども、まあね、最後でございますんで、いろいろあるんですけど、まあ一番重要なことを今教えております。<laughs> <laughs> なんでみんなそんな大変だ。俺、俺を心配してるわけじゃないんだよね。聞たちたしね。三元 3コマ分ラジオが続くのかやべえっていうね木曜日はまったり絡むをかけよう何 <laughs> でみんなの人生まで俺が決めるんだよその影響するんだよやばくねえか多分あれだよ1コマやるじゃん2コマやるじゃん3コマやるじゃん疲れるじゃんビール飲むじゃん4コマ続くっていうね <laughs> 公式潜りがざわつく確かにやばいよねだって2限に応用数学 B でしょで3限に大学院の授業でしょ ここまでで力つきますよ普通に。で3年生向けなんですよ3年生向けの、えー、なんだっけ機械学習の数理とかなんかそんな名前だったと思うんですけどまあ僕の中で応用数学 C っつってますけど、えー、それをやりますと、まあ、最適化問題を解くとか数理最適化と機械学習とか、まあ、物理とかそれらがどういうふうに関係してるかっていうのを押さえたような内容にしようかなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 <で>ね、<laughs> まあ最後でございますのでね、こんな話をしましょう。はい、午後から配信範囲になりますよ、先生なだから、だから、どんどんハードル上げないの <laughs> クールダウンの飲み会配信っていうね。だからね、URL1 個にしようかなと思ったんですよ。毎回、毎週木曜日、12時間配信とか言ってたら笑うよね、本当にね。10時半からやって、えー、5時ぐらいだったら4時間半でしょ。大したことないな。 1>, 1時間半が授業だから3回やると4時間半でしょ4時間半でしょ大したことないね準備が大変なんだよね <laughs> はいさて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  <laughs> フーリエ変換ないし、まあ、フーリエ級数展開のね話しさせていただきましたけども全部公式の積分公式でございました はい、URL 一つになったらうっかり12時間超えちゃうと編集できないですよって。<laughs> あ、そう、6時間だ、ね、よ。6時間超えると編集できないんですよ。で、12時間超えちゃうとアーカイブができないんですよ。だから、そうなんですよね。あのどっかで問題発言したりとか、どっかで、えー、やばいものが映った時に、ね、今日のオープニングみたいにね、映っちゃった場合に、えー、差し替えることができないので、えー、注意したいなと思いますけどね。<laughs> はい。 じゃあフーリエ変換の話してましたけれどもまああとはね計算だったり意味だったりとか微分方程式に使えるよっていう話は後期に拡散しますので、えー、後期の応用数学 B 楽しみにしていただければと思いますけれども、えーまあ、せっかく最後でございますのでいろいろとフーリエ変換に対しても印象がついたと思うんですけどもともとこれコーシーなんですよねコーシーの積分公式なんですよ。 積分経路がございやして、Fz' プライムという積分変数で積分をして、Fz' プライムで dz' プライム積分しろって。だからこれもさ、今、今見てみると、結構面白い格好してるんだよね。Fz は、z' 分、z' 引く z 分のほにゃほにゃを用意して、Fz' プライムっていう係数をかけて積分したわえって言ってるんですよね。だから風鈴変換って一緒なんですよ。 分数関数の代わりに指数関数持ってきて適切な係数をかけて積分したわっつってんだから格好としては一緒なんですよね。はい。なんで編集可能時間半分なんだよって思ったら編集した際にロールバックできるようにそのままバックアップ取っていたのか。あなるほどね。でもね、12時間なんてあって編集可能だって言われても探すの大変ですからね。だからそういう意味ではいいんじゃないかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、このね、コーシーの積分公式の言ってることですよ。 改めて思うと Fz っていう関数がまあ用意されたとするんじゃん生息関数ね用意されたとするんじゃんもしくは生息可能な領域に積分経路グニャグニャグニャぐにゃ曲げれば Fz はって話ですよ。Fz は結局何が重要よっつったらここが重要なのよ。 つまり正則な関数を持ってきた時にーなんかよくわかんないあなたよくわかんない関数って言われましたと。だけどこのコーシーの積分表示といったっていいですよねを使うと分数関数なのよだから何度も微分可能なんですよ。分数関数ならいくらでも微分できるじゃんって。 ね、正則な関数は、復習だよ。正則な関数は、微分可能に何度も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 微分できます。無限回できますよ。だって、分数関数だからね。そういうことになりました。懐かしいですね。で、そいつから出発して、今回分かったのは、まあ、f たなり Fx でもいいんですけど、和にしました。まあ、等比数列の和の公式なんですよ、要するに。 e の ikθ っていうね、えー、出てきたよ、こいつね。k こう k が無限大、マイナス無限大からプラス無限大。まあ、ローラン級数展開からね、出てきたんですけれども、これが言ってることは何ですか <laughs> 関数 fθ、周期関数は e の ikθ だよ、つって言んですよ。である。関数は e の ikθ っていう、よいしょ。 関数のコアみたいなね、パーツがあって、それを何個も何個も組み合わせればいいんだよ、つってんですよ。で、これで fθ の θ はここに来ちゃった。だから fθ 周期関数は何でもかんでも三角関数だぜ、つってんですいいね。便利だね。で、しかも今回、フーリーエ変換なんぞ習っちゃいましたよ。fx はマイナス無限大からプラス無限大までの全領域で、マイナス無限大から無限大の f オメガのハットっていうのをかけの e の i オメガの d ねでそうすると同じことかもしれませんけれども周期関数じゃなくても端っこが減衰するような関数は e の i オメガ x である。 これまた便利ですよね。関数 fx っていうのを端っこが閉じてるような関数を解析したい。だけど見たことない関数かもしんないし、どんな関数かも正確には実はよくわかりません。えー、そういった時に手も足も出ねえっていう状況から勇気というものを与えるっていうのが風エーー変換のいいところです。で、なんで勇気があるの指数関数だからね。 指数関数は初回の授業で言ったでしょ三角関数なのよ。三角関数ってなーに高校1年生からのお供ですよ。きびだんごでしょなんか知んないけど、桃太郎ってすごいよね。鬼ヶ島に鬼をやっつけに行こうって、ただのテロリストだよね。で、犬とキジと何え犬とキジと猿を連れてきて、なん、な、戦闘能力なくないキジとか。犬とか猿とかワンチャンいけっかもしんないけどさ、きびだんご開けてさ、買収するわけでしょ どで、おいでおいでおいでとか言ってさ、で、テロリストすんでしょすっごい話だよねと思うんですけど、まあ、それは置いといて、えー、数学の世界では何をするかって言ったらですね、指数関数をお供に連れれば何でもできるよっ,って言うんですよ。ああなるほどね。で、いくつ持ってくんですかって言ったら、1個じゃないのよ。無限個持ってこいっ,って言うんですよね。例えば、フーリー数展開わかりやすいですね。e の i シータ e の i 2シータ e の i 3シータ e の i 4シータ12345678っていうのいっぱい持ってこいっ,って言うんですよね。 でまあ、そのいっぱい持ってこいっていうのを区分求税法的に考えると積分なんですよねだから積分も無限個足し算しなさいって言ってるわけですよねうんなんかさこのさすごく気になるんですけどね係数 ak かけて e の i k かけてをのかけて e の ikθ をかけて あすみません。先ほどのガウス積分についてなんですけれども、えー、オメガ引く IAX の2乗ね、ルート 2π になるのはどうしてでしょうかガウスの積分の X が、X が、I、えっ、ー、と、オメガ引く IAX となってる影響はないんですよ。よし。それを、それをですね、ページ変えちゃったからあれなんですけど、E のマイナス 2A 分の1のオメガ引く IAX2 乗だったじゃんこれでいいよね。D オメガじゃんマイナス無限大、プラス無限大じゃんやるね。 で、これを、えっと、y にすんのよ。例えば。時間積分ね。で、そしたらこれ dy じゃん。でしょ。で、積分の範囲はしたら、マイナス無限大引く iAx とプラス無限大の iAx なので、えっ、ー、と、言いたいことはわかるんですよ。複素積分じゃねえのっていう話なんですけれども、正則なのでずらしちゃって、マイナス無限大からプラス無限大で積分しちゃいましょうっつって、いつもの結果になっちゃいます。よいしょ。えっ、ー、と、この場合は、えっ、ー、と、ルート 2πa か。しト2倍へまあだから実数のように考えても全然いいです。実数のように考えて、えー、シフトしたやつは別にマイナス無限大プラス無限大に、あのー、なんだ吸収されちゃうよねっていう考えとほぼ一緒なんですけれども複素積分なので虚、えー、数分チュッてずれてるじゃないですか。だけど正則、えー、なんでシュッてずらしちゃっていいでしょっていう話です。それで出来上がりです。おいしょおいしょおいしょ。おいしょおいしょ <laughs> で、えっと、話戻しますと、この ak×e の ikθ ってあるけど、なんか係数かけて足し算しまくるって人生の中で一回あるんですよね。大学1年生の時にさ、線形代数って習ったんですよ。で、ベクトル a ってあるじゃんね。これをさ、どう書きますかっていうと、いや、もちろん a1、a2、a3、a4 ってね、書くけど、こういう風になんか、 あの教わりませんでした。まず、a1a2 点点点点点点点まあ、an とか書いてたと思うんですけど、これこういう風に教わりませんでした。a1 の e の1。単位ベクトルとかね。規定とかね言われたりしますけれどもね。あいえいえ、全然あなたのために授業してっからね。<laughs> 公式潜りも5つ。 公式学生がいますからね。こっち優先ですからね。<laughs> ご安心くださいね。<laughs> はい。な、こっちでいきなり恋愛話とか始まったら、こっちの恋愛話に公式潜りがかかってきて、あのー、人生、人生豊富な公式潜りの方々が混ざってきて、あのー、答えが出ますんで、そういう素晴らしい講義なので、よろしくお願いします。自分で言うな。で、イコール、あ、イコールじゃない。プラス、プラス A2 の E の2のベクトル、 A3 の E3 のベクトルって足し算してったじゃないですかでこれ何よっつってこれは何なのよっつったらこいつは100ですとかさ0100ですとかさでこれが3番目でしょ0010ててて点っていうふうにベクトルは規定があって でその規定に係数をかけて足し算していろんなベクトルを表すんでしょでこれは分かりやすいのよ。向きがあって、ね、幾何学で考えるとね向きがあって XYZ っていうからそれぞれの方向にあそこにいてここにいてここにいるからあそこの点よみたいなことを表示するために幾何学で考えるために。 その幾何学を数字で表す、座標で表すために、台数にしたんですよ。幾何学を台数にしたんですよ。で、世の中にはすんげえ関数がいっぱいあるわけですよ。三角関数もそうだし、指数関数もそうだし、なんかそれをぐちゃぐちゃしたようなよくわかんない関数、対数関数もそうだし、いろんな関数があるわけ。で、きっと大学生、この後、すげえ関数がいっぱいあるはずなんですよ。多分、なんか世の中探せば、大関関関数とか鈴木関数とか伊藤関数とか、あるかもしれない。 そういう関数を、地味猛量を暗中模索で調べていく、探していくっていうような学問をやるんですか。怖くない道しるべ欲しくないっていわけですよ。座標が欲しいので。そうしたらこの書き方見ると、ちょっと待て。イコールこういうことですよね。AK の E の K のベクトル、K イコール1から N っていうふうに書けば、 ね、何かしらのベクトルは規定で展開するとか言ったりしますよね。だけどさ、ちょい待っちなのよ。お前、似てるやん。フーリエ級数展開もさ、なんかさ、見てるとさ、こういう格好してるぜ。ということは、結論はこうだよね。関数にも、はい。にも、規定があるね。規定って何要するに座標だよ。 規定があるだから関数も座標があるのでその座標が変化したと関数が変化した。関数は似てますか似てませんかっていうのも関数の座標みたいなのを考えることができたら「こいの関数とあの関数似てるよね」「あの関数とこの関数違うよね」「この関数をこの関数に似せることもできるよね」「動かせば」 え,え関数の代数学ってあるんんでですすかそうなんですよえ今までバラバラだと思ってるんですけど関数、幾何学を集約させる土台が大数学です。でそれを計算する、フォーカスするために線形大数学って先に教えといたんだけどこのありがたみがね、わかんねえんだわ。数学のカリキュラムの敗北だと思ってるんですけどね、僕は。 いきなり線形代数学から入るでしょわかるわけねえよ、あんな高尚な学問よ。一番最後にやれ。内積。えー、じゃあベクトルでさ、その何規定って何が重要ですかつっ,ったら、内積を取ると違う規定ベクトルっていうのは内積取るとゼロになるやつじゃないですか。で、同じになるやつは何か値持つんだけど、それは正規化するっつって1にすれば使いやすいじゃん ?1000。クロネッカーのデルタが出てきた。ああ。 E E の、K、ののの K ベベクトルと、e、の L のベクトトルルと L があっっってててて点をを取内積をするなんてやってましたよねで同じやつだったらピコーンと反応して違うやつだったら0になるクロデッカーのデルタでございます直行ねするよって言ってんじゃないですかでどっかで見たことがあるのはあれだフーリエ級数展開だフーリエ級数展開でもさこんなことやったじゃん。 そそもそものののネッカーのデルタのととここころでんんなことやったじゃん、まあ、マイナス π から π でもいいし0から 2π でもいいんですけど e の i の k の θ を e のマイナス ilθ ってつけといて dθ ってやってイコールどうなったっつったらデルタの kl なんですよ。だから e の ikθ っていうのが関数の規定になれるっつって言うんですよ。 今までの座標のように関数を扱いなさい。で、そしたら、それの成分で見てみると、E の IK、ータ成分で見てると、その AK が大きくなる、小さくなるで、関数が変化するってことが表せる。で、内積の偉大さに気づいたのは、陰性後最近は機械学習でもうとりあえず内積してる気がするって言ってますけれども、機械学習という分野があって、 いろろんな世の中の中現象はきっと関数だろうと画像を入力すると出力で犬って言えるじゃないですか人間はと。それ的なコンピューターを作りたいという時にそのコンピューターに人間と同じような識別能力判断能力を持った関数を用意すればいいじゃん。<laughs> 猫画像を入れたら猫っていう関数なんで僕らね。それをインプットすることができればよい。っていうことは関数を何かしらの表現で書いといて。 座標 E の IKθ に AK どれくらい行きますか ?X 座標どれくらい行きますか ?Y 方向にはどれくらい行きますか ?Z 方向にはどれくらい行きますか ?E の Iθ 方向にはどれくらい行きますか ?E の I2θ 方向にはどれくらい行きますか ?E の I3θ にはどれくらい行きますかっていう座標で関数を表現すればコンピューター上で猫関数を作るときにその座標を動かすことによって猫関数を作れそうじゃないですか適切に変化させれば。 その適切に変化させる方法を、どれだけ犬って言えてるか、どれだけ猫って言えるか、ご褒美をあげることによって調整することができればいいんじゃねえのってわけですよ。それが機械学習のアルゴリズムです。機械学習がやってることは関数の座標上での移動です。で、一番近いところに移動しなさいってなるわけだから、最適化問題になります。 でよく,よく考えると物理で何やってたかっつうとさなんかさなんか山とか谷とかあってさ玉っころさ転がしてさコロ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 ーって勝手になんかいいとこに行くじゃん何がいいの位置エネルギーが低いところ何かが低いところに勝手に行くのが物理だ運動方程式だ運動方程式は座標上に作るんだな座標上で運動させるんですよ関数の運動方程式作ったら面白くないか関数が勝手に進化してさ 猫とか犬とか識別できるようになるんだよ。そのためには何が必要だ位置エネルギーだ。位置エネルギーが一番低いところに物理の法則が行く。うーん。何かが小さいところ、最小化問題を解くのが自然だね。うん、猫って言ったら、猫度合いその猫度合いがちゃんと適切に出力されてるか比較してみましょう。誤差、ずれがなければ OK っていうふうにしましょう。ね。うん、先生が思ってる基準と学生さんが出してくるアウトプットを それが遠かったら怒るわけだ。近かったら褒めるわけだ。それで、それを位置エネルギーとして、物理のダイナミクスを利用して、関数の規定を座標にして、勝手にほっとけば、自然に学習するんじゃないこれが機械学習です。なんだ大したもんねえじゃん。やりゃできる。ん <laughs> で、この表示がそう思うと、すごく面白く見えてくる。 座標に大数学を持ち込んできた。K 成分。関数に、周期関数の世界に、えー、規定を持ち込んできた。K 番目。L 番目。L 番目。ね。同じじゃん。なんだこの天地マーク。トランスポーズだ。よく見ると、マイナスとプラスで違えんだよ、符号。ほら。左と右で違えんだよ。ああじゃあ全く一緒じゃないですか、やってること。え、マジで 実はねえ、え、ちうちょ、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 待っちこれはいいよ、さっきやったし。お、お前、お前、お前、コーシーの積分公式、ふと思い出す。コーシーの積分公式も、え、重要なのは z プライム引く z 分の1でしょお前も関数の直行規定納得かっていうわけ。そう、関数の世界にも直行規定という言葉があります。2πi 分の1の積分をしなさい、c。 Z' 引く Z っていう塊の K 番目って何言ってたら ?K 乗ですよ。で、Z' で積分しろ。相方は Z' 引く Z の L 乗ですよ。先生、トランスポーズっていう、あの、こうね、ちょっと左と右とで違うじゃないですか。ね。あの、分母と分子を変えている。そこがこの特徴です。 内積の仕方は、その空間を特徴づけます。あ、ちなみに、プラス1ってやらないとならないんですね。これも、いろいろ試行錯誤するとわかります。これ積分すると、デルタ KL になります。はい。なので、えー、内積の仕方、空間を特徴づける、えー、直行規定を定義づける、この内積ってのは非常に重要で、内積の形は関数によってそれぞれ決まります。 関数それぞれによって決まりますよいしょでもその内積を定義してしまえば作ってしまえば例えば風鈴変換の場合もこうなりますマイナス無限大から無限大 E の I オメガ X と E のマイナス I オメガプライムの X で積分します K の代わりにオメガ L の代わりに オメガプライム先生 K と L って整数だったじゃん関数の直行規定を作るときには整数だったりとか自然数だったりとか負の整数も含んだりとか連続値オメガとオメガプライム複素数使ってもいいよそういうような関数体系があるからねで種類分けされるわけですよ整数値を使います周期 2π で積分するとフーリエ級数展開による直行規定が決まります z 複素数によってこういう内積をします コーシーの積分公式で決まるような直行関数形が決まります。正則ってやつだよ。い<ー>、e の, e、の？アイオメガエと、いのマイナスアイオメガプライムエックス。オメガっていうのは、えっと、Z、あの実数値にしてあげて、こういう積分をすると、同じように、で、クロネッカーのデルタのデルタケールの代わりに、よいしょ。 K と L じゃなくてね、オメガとオメガプライムになりますのでオメガとオメガプライムの差を調べてあげてそれが0ぴったし一緒だったらピコーンと反応するデルタ関数というのを使いますこうすることによって関数の直行規定というのを作ることができてそれぞれの関数タイプによって座標を作ることができますそしてその座標上で動かすことによってあらゆる関数を表現する もしくは、そのあらゆる関数を表現することができるんだったら、適切な関数を探すという問題もできます。それで行われているのが、今をときめく機械学習でございます。犬とか猫とかを識別するなんていうチャチン話じゃなくて、自然な画像を出力する関数を持ってこい入力はなんだいろんなものを作りたいので、デタラメな乱数を入力して、出力が綺麗な画像っていうふうにしてるのが、今の生成 AI でございます。 前の人が喋った内容っていうのを次の人が喋る内容ってやっていくのを自然言語で用いることができるとチャット GPT ができます。なんだよ、すべて関数の解析じゃねえか。そうだよ。だから応用数学 A と B があるんだよ。そして C があるんだよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。時間が来てしまったのでデルタ関数の紹介までになっちゃいましたけれども、以上とさせていただきます。うん だから応用数学 A とかね解析学とかね、えー、線形代数学とかね、えー、無味乾燥に習ってたでしょ何のためにやるんだよこれって思ったでしょ思ったかもしんないけど今の現代科学技術の基本になっていてしかも遠くないんだよ近いんだよだから研究室所,所属すると4年生ね所属すると大学院入学するとすぐに最前線の研究ができるんだよそれが大学のいいところそれに早く気づこう 1>, 1年生の時は辛かったかもしれない2年生の時もまだ辛いかもしれない今ちょうど期末試験とか期末レポートとか辛いかもしれないけどそれは何のためにあるのかって言ったら3年生4年生で専門科目を習得して研究の舞台に来ることだそれで最先端の科学技術を皆さんがマスターして俺はこういう世の中の課題を解決する武器にするためにきびだんごとしていろんな数学の要素を持ってくるってわけです、まあ、古めかしいかもしれない複素積分とか複素関数論とか古めかしいかもしれないけど いや、今の話聞いたら古めかしいどころか現代だよね。コーシーの積分公式から始まるあらゆる級数展開、あらゆる関数表示の仕方、いろんなタイプがあるんだから、それらをうまく使えば、この現象にはこの関数がいいかもしれない。この関数にはこの表示がいいかもしれない。いろいろわかるかもしれない。 数学を勉強したらその後にそういう発見があるかもしれないね。今、機械学習の分野ではこういう関数を使うと識別能力が高くなりますよっていうのがある意味実験的に探られてるんですよ。で、その後に数学者が応用数学者がこの規定はこういう理由でいいのである。この規定を使うと早く学習ができるのであるってことを数学の力を使って証明したり説明したりしてます。それによってどんどんどん,どん発展を迎えてるのが機械学習の分野で。 超楽しいってなるわけですねだけど残念ながら数学のその応用数学の分野っていうのは日本勢はそこまで強くないその機械学習の分野においてあんまり強くないですめちゃくちゃ強いチームもいますけれどもねだから皆さんが 俺がやってやるとか、えー、その後を追ってやるとか、それを抜いてやるとかいうね、生きがいを持って今後研究活動にね、挑んでいただければ、日本の将来は明るいんじゃないかなと思いますんでね。えー、これ以降も応用数学 A から始まって、B やって、C やって、D やる勢いでですね、いろんな数学の内容をマスターしていっていただければと思います。 はい。12時3分になってしまいましたので、ごめんなさいね。お昼ご飯ね、とっとと食べて、えー、次のね、午後の時間に、えー、迎えましょう。十、え、五、ー、15回でございましたね。最後でございました。1年間じゃない、半年間か。半年間ね、えー。公式潜りの方もそうですけれども、受講していただいた方々ね、ありがとうございました。あレポート問題出題するのちょっと遅れておりますけど、今夜、えっ、ー、と、公開いたしますので、えー、順次解いていただければと思います。えー、皆さんから珠玉の作品が出てきましたので、非常に僕らもね、楽しむことができました。あ応用数学、A だけ じゃなくて B でね、またお会いする人もいるでしょうし、えー、C とか、あと卒業研究とか、いろんなところでねお会いすることがあるかと思いますんでその時はどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、とクラス的にね、みんな応用数学 B そのまま僕のやつのクラスになるわけではないんですけど、えー、まあオンラインでやってますんでね覗きに来ていただければと思いますはい、ではどうもありがとうございました。それではまた会う日まで。またねどうもありがとうございました。失礼します